これはもう人類の本能みたいなもんで、古代ローマの頃から軍には旗があって、この旗を取られることはもう最大の屈辱だったわけですね。10月10日から14日の間で韓国チェジュ島で国際観艦式が行われます。観艦式とは、ざっくりと言うと軍事パレードなんですね。で、国際観艦式というのは、そこに世界中の海軍を集めて、みんなでツーリングだーってではなく、一種の交流をすると。で、そこに我らが海上自衛隊もお呼ばれしました。韓国側は我が海上自衛隊が掲げる旭日旗、あの朝日新聞の社旗のような、この宮脇チャンネルの四つ目版のアカウントに私の写真の背後にあるあれですね、旭日旗ではなく朝日新聞の社旗をね、こうトレースしたものです。それは置いといて。あの旭日旗というのは、我が海上自衛隊の旗です。ご招待いただいた韓国さんは、これを掲げるなと、命令したわけじゃないんですけど、できれば掲げないでくださいね、みたいなことを言ってきたのですが、旭日旗は自衛艦旗、世界の常識で言うと軍旗、軍の旗なんですよ。これを下ろせというのは、どれだけ無礼なことか。ある人を招待して、その人が一級礼装で紋付き袴を着ていくとします。その紋、家紋ですね、家紋がお前んとこの家紋は気に入らねえから家紋をつけずに来い、こういうことを言ってるわけですよ。旭日旗を掲げずに来いというのは、それぐらい無礼非礼なことを言っている。それでは我が海上自衛隊はどうしたか。韓国の方が旭日旗下げてきてくんねえって言ったんで、やだよとお断りしました。私はもはやこれを韓国に対してどうこう言うよりも、国内に今回の韓国の要求がどれだけ非礼で無礼なのかを知るきっかけにすべきと考えています。そもそも旭日旗を掲げるというのは国内法で決まっています。そして仮に我らが自衛隊が海外に行った、自衛官の中というのは日本国内なんですよ。治外法権が世界中どこでも認められるんですね。これは我らが自衛隊もそうですし、米軍にしろ韓国軍にしても同じです。自衛官の中は我が領土なんですよ。で、この領土の中で国内法に従って自衛官旗を掲げる、朝の8時から日没まで掲げる、これは決まってることなんですね。つまり韓国がこの自衛官旗を掲げるなということは、内政干渉、ふざけんなって。また軍艦が航行する際というのは、その所属を明らかにしなければならない。これは平和ボケしている日本人にはややピンとこないことなんですが、軍隊というのは圧倒的な実力組織なわけですね。簡単に言うと脅威なんです。そこでこの船はどこの国の所属ですと分かりやすく示すこと、外部標識とも言うんですが、この外部標識によってこの船は日本国のもの、あるいはアメリカのものって分かることによって周りの人が安心するんですよ。反対に旗がなく正体が分からない軍艦がやってきたら、これもう戦争状態になっちゃうんですね。世界中どんな国でも自衛権は持ってますんで、正体不明の船が来たら、ドッカーン。それぐらい所属を明らかにするというのはとても大切なこと。さらに旗とは何か、戦後の日本ではこの意味合いというのは薄れましたが、先の大戦における硫黄島の攻防、映画にもなりましたよね。で、あそこで有名な一枚の写真があります。米軍がすり鉢山の頂上に星条旗を立てやがった、立てた、この島を制圧したぞというシンボルです。合理的にというか植物的に考えた時に、旗が立ったからといって別に旗に攻撃能力も防御力もないんですね。だ関係ないんですよ。関係ないんですが、この旗が立つことによって勝利を実感する、勝利を共有することができる、一種の精神性を具現化したシンボルなんです。より踏み込んで言うならば、旗とは魂なんです。これは自衛隊とか軍隊に限ったことではないのは、応援団旗とか社旗とか校旗とか学校の旗ですね、ああいうのにも精神性を感じるわけですよ。これはもう人類の本能みたいなもんで、古代ローマの頃から
軍には旗があって、この旗を取られることはもう最大の屈辱だったわけですね。人類が綿々と受け継いできたこの旗への精神性、魂というものを理解していれば、韓国が要求してきた旭日旗をあげないでねっていう要求がいかに無礼で非礼かということがわかります。逆にこの旗の持つ意味というもの、これを理解していないと、まあ、韓国がそこまで言うなら旭日旗ぐらい下げてもいいんじゃねって、一回ぐらい下げてもいいんじゃねとかって発想になっちゃう。ダメなんです。原則は揺るがしちゃいけないですし、旗というものは先人たちから受け継いできた魂がそこにある。これは日本だけのことではない。繰り返しになりますが、古代ローマの頃から旗というものは軍を象徴し、軍というものは国民と国家と同じものなんですね。すなわち軍国主義とかではないんですよ。古代ローマの頃から国を守るのは市民の仕事で、まのうちにグタグタになるんですけれど、かつてローマ軍に入れるのはローマ市民だけだった。周辺の属国や、まあ、奴隷とかそういう身分ではローマ軍に入れなかった。それは国家を守るということは何よりも尊いもの、重要なものとされていたからなんですね。すなわちローマ軍はローマであって、それを象徴する軍旗というものは何よりも大切にされた。そしてそうした習慣というか魂はずっと続いて今に至ると。釜山国際映画祭の記者会見で、この旭日旗の件を問われた俳優の国村淳さん、我らが自衛隊が旭日旗を下ろすことはないだろうと述べた上で、しかし過去の歴史を一度だけでも理解すればどうだろうか、個人的には考えている。さらに現在の日本政府は旭日旗だけでなく、すべての面で保守的な立場を取っている。日本の中でも様々な社会問題を起こしているのが事実だ。この問題については俳優としてよりも一人の個人として望ましくないと考える。これをですね、ツイートしたところ、俳優が政治とか語ってんじゃねえよとかいう方がいましたが、私はその立場に立ちません。言論の自由は最大限認められるべきという立場なんでね、どうぞ政治的なお発言をされればよろしいと思います。そしてこういう発言があるたびに白がこう言います。おっさん工作員。もう国村淳さん、彼がどちらの立場に立って発言されているかはもう明らか。もうこれは俳優としてのリップサービスを超えています。国村淳さんが今の政府が保守的で、そして社会全体で様々な問題が起こっているとお考えになるのは彼の自由です。そしてこのように明らかにこんな発言をしていただけるのは、私は正直嬉しく思っております。なぜか、わかりやすいからです。いずれにしろ、韓国が難癖つけたりね、大騒ぎしてくれるごとに、こういう形で世界の常識がネット上にはこう拡散するわけですよ。そして我々日本国民も今まであれなんか違うよねって思いながらも、韓国にとてもお優しいテレビ報道、朝日新聞とかに触れて、まあ、そんなもんかななんて思ってたところが、なんだよやっぱり違うんじゃんと気づくようになっている。本音を言えば、韓国の旭日旗に対する態度とかやり口出口主張は腹立たしいです。ですがそこは我々日本人はクールに構えて、戦後失われてしまった常識、どこかに封印されてしまった日本人の魂、こういったものをですね、取り戻すチャンスがやってきたなと、北総 M 今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。今回もワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利席というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤が入る。あの病気だってあなたに会えたから。